クリチョフ・ナンセンは、スウェーデン統治下のノルウェーの科学者、探検家、国際政治家。1893年から1896年にかけて、フラム号による北極遠征を行ったことで有名。クリスチャニアで弁護士の子として生まれた。クリスチャニア大学に進学し、動物学を専攻した。1885年には、 最初の公開の成果をまとめた寄生虫に関する研究を公表。1888年には神経系の研究で博士号を取得。イタリアへ赴き、カミロゴルジに指示し、ヌタウナギの神経系とグリア細胞の研究を行っている。この他にも採水器など海洋調査に必要な器具の開発も行っている。 1893年から1896年の探検ルートフラム号と南戦1882年にはグリーンランド水域への最初の航海を行い1888年から翌年にかけてグリーンランド表現のスキーによる横断に成功した1891年にイギリスの王立地理学会から金メダルを受賞した1893年には 北極点に遠征を行った。流氷に密閉されて漂流しながら、極点に達するという計画で、特別に設計されたフラム号に8年分の燃料と6年分の食料を積み、12人の乗組員と共に、同年6月24日にクリスチャニアを出港した。同年9月に、フラム号は予定通り流氷群に捕まり漂流を始めたが、南線の考えたほど、 北極点に近づかなかった。フラム号がこのまま北極点に到達しないことは、明白で、1895年3月に南線は、士官のやる丸ヨ予ン線を伴い、スキーで極点を目指すこととした。しかし旅は難航し、4月8日に、北緯86度14分の地点に到達した、ところで、残りの食料がわずかとなり、極点到達を断念した。 彼らは、ゼムリャフランツァヨシファで越冬することになり、イウチや北極グマの肉を食べながら1896年の夏までその場に滞在し、雪解けと共に南下を開始運よくイギリスの探検隊に出会い帰国した。南戦と同時期に北極探検を気球で行った、スウェーデンのサロモン・アウグスト・アンド・レイエは、南戦帰国の翌年。 1897年に遭難死している。アンドレーラ3人の隊員の死因は、北極熊の肉を生で食したことにより、専門中傷に感染した結果、衰弱死したと発見された1930年に、推測されているが、南線らの場合、加熱調理していたために無事だった。帰国後は、クリスチャニア大学の動物学及び海洋学の 教授として科学調査や執筆活動を行った。ノルウェーがスウェーデンから独立を試みた1905年にノルウェー政府よりノルウェー代表に選ばれた。対するスウェーデン側は探検家スベンヘイディンを単上げている。こうした経緯から南線は政治家としての道を歩んでいく。1906年から1908年まで。 中英ノルウェー大使としてロンドンで暮らした。第一次世界大戦後は国際連盟の難民高等弁務官に就任し、ソ連政府との交渉、45万人以上の捕虜の交換帰国プロジェクトを成功させ、戦争難民のために難戦パスポートと後に呼ばれた証明書を発行した。1915年にはノルウェー防衛協会の初代会長に就任し、 1930年まで会長職を務めた。1922年に戦争難民の帰国を呼び、飢が難民救済活動の功績が認められ、ノーベル平和賞を受賞した。彼の業績は国際連合難民高等弁務官事務所に継承され、彼は難民の父と呼ばれている。1925年、右翼組織。 祖国の創設メンバーとして、公の前で演説を行っている。国際連盟に強く関わり、戦勝国以外の小国が国際連盟に入れたのは彼のおかげと言われている。多くの業績を残した彼の肖像は、ノルウェーの紙幣にも描かれていた。ありがとうございます。